ブラックパンサー党あるいは日本語で黒表党は1960年代後半から1970年代にかけてアメリカで黒人民族主義運動、黒人解放闘争を展開していた急進的な政治組織。1966年カリフォルニア州オークランドにおいてヒューイ・ピー・ニュートンとボビー・シールにより都市部の貧しい黒人が居住するゲットを 警察官から自衛するために結成された。共産主義と民族主義を標榜しており、革命による黒人解放を提唱し、アフリカ系アメリカ人に対し武装放棄を呼びかけた。また、貧困層の児童に対する無料の食事配給や治療費が無料の人民病院の建設を行った。日本ではかつて新聞などで黒表等と呼ばれることが多かった。 1965年、公民権運動を指導していたマルコム X の暗殺後に活動を開始し、1968年、マーティン・ルー・サー・キング・ジュニアが暗殺されてから活動は盛り上がりを見せた。1965年、ニュートンとシールは、オークランドに支部を持つ、ロバート・ F ・ウィリアムズ率いる公民権運動団体、革命的行動運動に加入した。ウィリアムズははじめは、 ノースカロライナ州、後に中華人民共和国からクルセーダーという機関紙を出していた。この組織は暴力的だと見られており、1965年、東海岸の党員がニューヨークの自由の女神像や自由の鐘、ワシントン記念塔を爆破しようとして起訴されている。オークランド支部の構成員のほとんどは学生で、そのうち、 ニュートンとシールは最も戦闘的な意見を持っていた。この間、オークランド市北部の貧困対策センターで働いていた二人は市当局に対し警察官の暴力行為について調査する委員会を置くよう500人の署名を集めた。また、この頃ニュートンは私立メリットカレッジとサンフランシスコロースクールで法学を学んでおり、ここで得た法律の知識は後に、 党での活動に役立つこととなった。このような活動の中で二人は同志を集め、1967年、ブラックパンサー党を結成した。この時、彼らは党の目標を示した10項目考慮を作り、ヒューイの弟メルヴィンの提案でアフロヘアーにし、ユニフォームとして黒い革のジャケットとズボン、黒いベレー帽を着用し、ショットガンで武装することを決めた。思想。 b p p は、戦闘的な面では、マルコム X の暴力主義を受け継ぎ、マーティン・ルーサー・キングの非暴力主義を否定していた、学生非暴力調整委員会のストークリー、カー・マイケルを一時期、党の主席に迎えたが、思想などの面で意見が合わず、離党した。非暴力主義には、批判的であったが、キング牧師個人には尊敬の念を抱いていた。シールや、ニュートンら指導部は、 共産主義の影響を受けており、マルクスやエンゲルス、レーニン、スターリン、チェゲバラ、フランツ・ファノンらの思想に共鳴していたが、とりわけ、毛沢東から大きな影響を受け、後にヒューイラ指導者が中国を訪問している。ただしマルクスが、ルンペンプロレタリアートの反動的な性格を指摘していたのに対し、ニュートンらはルンペンを社会主義革命の中心とみなしていた。 彼らはアメリカ合衆国における黒人社会を第三世界植民地とみなし合衆国と敵対関係にあったベトナムや朝鮮民主主義人民共和国キューバといった国々に対して連帯の意思を表明していた。またアメリカ統治下の沖縄にも中流米軍内部に党員が存在し日本本土にも黒表党支援日本委員会という団体があった。 ニュートンやシールは彼らの標榜する民族主義を革命的民族主義と定義し作主的な面を持つ反動的民族主義と区別している。ニュートンによれば革命的民族主義は全世界の非抑圧民族との連帯及び帝国主義との闘争を目的としたもので反動的民族主義は別のものである。ブラックパンサー島はアジア、アフリカ、 ラテンアメリカそしてアメリカ合衆国国内の被差別民族との連帯を宣言し、彼らの思想をインターコミューナリズムと名付け、機関誌ザ・ブラック・パンサーに海外の闘争を紹介するインターコミューナルニュースを掲載した。b p p はスウェーデンのストックホルムに海外局を設置し、一部の党員はアルジェリアやキューバに亡命した。1970年には、 南ベトナム解放民族戦線に対し、義勇兵の派遣を申し入れている。国内では、アメリカインディアンの権利団体、アメリカインディアン運動や、合衆国本土に移住した、プエルトリコ人の自衛組織、ヤングローズや中国系アメリカ人の政治団体、公営党、プアホワイトと呼ばれる、白人貧困層の政治団体ヤングパトリオット、1P を中心とする。 白人青年ラディカルの青年国際党、学生を中心とする民主的社会のための、学生同盟といった左派の組織と連帯して、反差別、反戦闘争を戦った。女性解放を目的とする、フェミニズム運動や LGBT の地位向上を目指す、ゲイ解放戦線とも連帯した。10項目公領党の結成直後、次の項目が決定された。法師計画。 毛沢東五六に影響を受けたヒューイ・ピー・ニュートンら党指導部は1968年頃から党員に人民に奉仕せよと指示し黒人をはじめとする貧困層の人々に対する社会奉仕活動を開始した。まず栄養が不十分な貧困層の児童に対し朝食を無料で配給する無料朝食プログラムを開始した。これにより延べ1万人の児童が朝食を得ることができた。 また、治療費が無料の人民病院を建設し、鎌城赤血球症の調査を行い、50万人の人々が鎌城赤血球症に罹患していることを明らかにし、応急処置など治療も行った。警察、FBI との逃九1968年、党員数は当初の400人から5000人以上に達し、全米に40の支部が置かれ、 機関誌ザ・ブラック・パンサーは40万部以上が発行された。当初、BPP は警察官による血統の人々への暴行に対する自衛を目的に銃と六方全書を携行して警察官に対する逆パトロールを行った。1967年5月2日、30名の党員が銃を持って カリフォルニア州サクラメントの衆議会前で演説した後で中に入り逮捕された。この時、衆議会ではブラックパンサーによる逆パトロールの取り締まりを目的とした銃の規制を審議していた。ジェードガー・フーバー率いる連邦捜査局は危機感を抱きブラックパンサーに対する弾圧を開始した。4月7日、オークランドにおいて 翌日に予定されていたピクニックの買い物をしていた17歳の、党員ボビー・ハットンが警察官に襲われ、射殺された。この時ハットンは丸裸になり、武装していないことを警察官に示そうとしたが、聞き入れられなかった。1969年、議長ボビー・ジールが6人の党員と共に、シカゴで逮捕され、16の罪状によって起訴され、懲役4年の刑を宣告された。 1971年には、1968年に、起こった、警察観察外の罪で起訴されたが、不起訴処分とされた。ボビーは、獄中で手記、時代を獲得せよを出版した。12月4日、イリノイ州国軍において、地元警察と FBI が、イリノイ州議長フレッド・ハンプトンの自宅を襲撃し、射殺した。1970年4月2日、 ニューヨークで21人の党員が警察官殺害とビル爆破の陰謀を企てたとして逮捕された。5月22日には女性党員エリカ・ハギンズら8人がコネティカット州ニューヘイブンで起きた殺人事件の容疑者として逮捕された。参謀長のデイビッド・ヒリアードがベトナム反戦集会において当時のアメリカ合衆国大統領 リチャード・ニクソンに対する闘争の開始を先導し、大統領暗殺未遂の罪で逮捕された。これに先立つ1968年、登場法省のエルドリッジ・クリーバーが思想の違いから BPP を離脱し、党はシール・ニュートン派とクリーバー派に分裂した。1970年8月ニューヨークで BPP の分派である黒人解放軍に所属していた。 青年3名がパトロール中の警察官2名を狙撃し、銃撃戦のスグロニー1名が死亡する事件が発生した。また、同年10月には、デトロイトで党員が警察官と銃撃戦を展開するなど、BPP 側は反撃を試みている。やがて、ニクソン政権の必要な弾圧により、党員が次々と逮捕され、1971年には、 政治的に柔軟化し、以後は地域社会における奉仕活動に専念し1970年代半ばには、ほぼ党は解散していた。その後、クリーバー派の黒人解放軍が、銃撃戦や爆弾攻撃、脱獄などで1980年代初頭まで抵抗を続けた。黒人解放軍の解体後、1989年に、新ブラックパンサー党が結成され、 かつてのブラックパンサー等の後継者であると主張しているが、旧ブラックパンサー等が標榜していた、共産主義や毛沢東主義ではなく、反白人、反ユダヤ主義を標榜している。ありがとうございます。